さあ、一日を変え、一生を変えるカクテルを。おい、ビールだ。おー、強そうな人来た。あ、はい、すぐにお待ちします。ビールの注文、随分硬いがいいみたいだけど。ジルさんもお帰りなさいませ。ナビゲーションバーをご利用ください。名前で検索。ビールってカクテルで作れるもんなの？ B がないけど。これ B。あった。ビール200ドル。アデルハイド1。ブロンソンエキス2。デルタパウダー1。フラナガイド2。1、2。カルモトリン4をミックス。1、2、3、4。これで10種類。伝統的な製法のビールは高級品になったが、これはかなり本物に近い。ビールっていうカクテルなんだね。ビールはもう、あれなんだ。飲めないんだ。この伝統的な製法。今我々が飲んでいるようなビールは。これ、どうなんだろうな。この間にストップすればビールにはならない。危ない。もう一回やり直すか。あれある程度ミックスしたらこんくらい。あ、サクセスできたビール。提供。どうぞ。ダメだダメだ。こんなんじゃもっとでかいのをよこせ。かしこまりました。マジか。ここ。できた。ビール。これでいかがです？そうとも俺様のような男にはこれが似合う。ええ。この近くでちょうどミーティングをしてたんだ。お前さんラッキーだったな。こういう吐き溜めには俺のような人間が必要だろう。吐き溜め言うか。一応言っとくが、出張でここよりひどい吐き溜めには行ったこともあるから安心しろ。ニュージャージー3とかな。なるほど。どんなお仕事をされてるんです？ミスター。どの番？俺はドノバン・ディ・ドードン。俺はドノバン・ディ・ドーソン。DDD だな。オーグメンテッド・アイのオーナー兼編集長だ。あの雑誌ですか。記事は片っ端から俺がチェックしてる。いきなりすごいお客が来た。最近アリス・ラビットの記事を毎日見ますけど、それもあなたが？ドノバン。あの記事は人気があるんだ。読者は都市伝説が好きだからな。誰がそれを責められる？自分以外の誰のためにも動かない神出鬼没のハッカー。そういうつまらん話題でクリック数が稼げる。あらゆる人間がクリックする。クリックが金をもたらし、金が贅沢をもたらす。高級車、豪邸、女子供の整形手術。あなたがあのハッカーの記事を執筆してるのかどうとかじゃなくて、毎日毎日書いてるのがちょっと言うね。ただの憶測やコピー記事とか、まともとは言えない記事もありますし、あなたの新聞のデイリーフィードには必ずアリスラビット関連の記事が入ってますよね。いいかね、まず記事を書いてるのは俺じゃない。うちのインターンだ。それが一つ、インターンに記事書かせてんの。あの哀れな連中、それでフルタイムの従業員になれると思ってやがる。俺は旬のニュースで金儲けしているだけさ。それからもう一つ、例のハッカーの記事に飽きたとしても、恐ろしい殺人や事故のニュースに全てに飽きるわけじゃないだろ。そういうのは非表示にしてます。嫌な気持ちで一日を始めたくないから。自分が抱えてる問題だけで十分。グリッチシティの市民の問題にまで悩まされたくありませんから。案外賢いな。みんなお前さんみたいだったらおまんま食い上げだ。まあ仕事は楽になるだろうがジャーナリズムのかけらもないな。どうして？ある種のニュースを何度も読んでいると、読者は点、点で、どんど、いや、だんだん飽きてくるんだ。俺がこの仕事を始めた頃なんぞ、ローバーが死んだけでクリック数を稼げた。今はダメだ。さらに病気の赤ん坊を抱えてトラックに轢かれないとな。死んだぐらいじゃ足りん。お涙ちょうだいの裏話がなければな。だから都市伝説が好きなのさ。ネタとして書きやすいし、適当にでっち上げたって構わない。それを熱いうちに垂れ流す。するとお前さんみたいに殺人のニュースを毛嫌いする読者の目にも入る。それが金をもたらす。で、さっきも言ったが、金はいいものだ。まあ一理あるかも。まあ確かに金はいいものだ。意見欄も読まれているんですか？あんなもんはたわごとだ。書いてる連中は自分たちがいかに他の奴らより優れているか自慢したいだけだ。自分が正しいと思ってんだよ。あいつらは気に入らないものを思考している奴に、奴らは釜を掘られるべきだなんて記事も書きかねん。最悪なのはな、奴らはうちのクリック数の半分を自分たちが稼いでいると知ってることだ。だから俺のケツの中で我が物顔しやがる。
随分辛辣ですね。でも、あ、いや、他の新聞と勘違いしてたかも。確かにあなたの新聞のコラムニストはひどい。だろ？レストランのレビューを書いてるあのガキ。名前は何だったか？レストランの？それは確か。まあいい、あいつの名前なんて思い出したくもない。やつのコラムは群を抜いて人気がない。死亡記事の方が読まれている。なのに法外な高級レストランの代金を支払えと未だに抜かしやがる。これまでに行ったレストランの半分の数でも記事を書いてくれるならいいんだが。というと？うちがレビューを依頼したレストランについてもめったに書かん。おまけにあちこちで料理評論家だと名乗ってただ飯にありつこうとしている。うさんくさいやつだな。いい笑いものだ。そういえば、批評家だからタダで飲ませてほしいってお客がうちにも来ましたよ。そいつは小顔の肥満児みたいなやつだったか？いえ、なら別人だ。だべってたら喉が渇いちまった。ビールをくれ。今度は頼むぞ。すぐにお待ちします。またビール。この人ビール大好きなのね。スーパーでまとめ買いした方が安上がりなのに。そうなんだ。あ、もう一回ビール作るか。でっかいビール作ればいいんだな。いつしてのいい感じのところでストップ。ビール提供どうぞ。ガハハ、これこれ、でかいのはいいことだ。生きている甲斐があるってもんだ。トラブルなんかもでかい方が。何が言いたい。いえ、で、一つ聞きたいんだが、この吐き溜めに有名人はよく来るか。吐き溜めと呼ぶのはやめてください。この石鹸と犬のしょんべんの匂い、俺にはここを吐き溜めと呼ぶ法的権利がある。それは申し訳ない。今頑張って掃除してますよ。声援どうも。ん、誰だ。変わった清掃業者で。おい、聞こえてるぞ。まあそう気を悪くするな。俺はこの建物に文句言っただけだ。お前さんに言ったわけじゃない。まあ自分に言ったわけではないのか。声だめと言ったわけじゃない。吐きだめって言ってた。僕、声だめ、あれ声だめだよね。ゴミだめぐらいの意味だから安心しろ。それはどうも。で、有名人の件だが、あまりいらっしゃいませんね。少なくとも私が知ってるような人は。どうして。第一、お前さんは目の前に超 VIP がいるってのにちっともたまげてない。俺をチワホヤしない。第二に、俺は常に有名人のゴシップを探してる。特にレッドカーペット級のセレブのゴシップをな。世間の連中はいかにもセレブ好きって顔してるが、本心じゃそいつらが転落する様を見たいと思ってる。そうですかね。セレブのゴシップはよく売れる。なぜかわかるか。みんな心の底でセレブが自分と同じレベルまで落ちてくるのを願ってるんだ。落ちてくるもんかね。セレブが苦しむ姿を見たいんだよ。自分よりはるかに成功したズーズーしい奴らへの罰としてな。ゴシップっていうのはみんな好きだけど、好きだとはっきり認めないもの、その程度のものだと思いますけど。違うね。仮にそうだったとしても、世間の連中がゴシップ好きという事実は変わらない。奴らは他人の人生を生きることで自分の人生から逃げたいんだ。そんなことして何が楽しいんですか。どこぞの映画俳優が靴下にサンダル履きでうろついてたとしても、どこの馬の骨とデートしてたとしても知ったことじゃありませんし、靴下にサンダル履きは公然わいせつかもしれないけど、そんなことないでしょ。おいおい、バーテンダーだろう。お前さんにも覗き趣味があるだろう。噂話が大好きだろう。美容師と同じでな。お前さんがそんなことを言っても白々しいだけだ。だとしても私は面白おかしく誇張したりしません。だとしてもあのテレビに出てくる人がああいうことしてたよぐらいなもので、面白おかしく誇張するかどうかが重要な点だと思いますけど。つい先日テレビの司会者が文句を言ってました。ある女の子がお店に着ていった服がどうかって。そういう人たちが一般人を喜ばすためだけに生きているとは思いません。あなたが何とおっしゃろうと。だがな、そもそもなぜこういう問題が存在すると思う。セレブ連中が自分たちが完璧で次元の違う存在だと絶えず大衆にアピールしているからだ。エキゾチックな場所でエレガントな着こなしをし、想像できる限りのあらゆる贅沢をして、だから大衆はセレブが下手を打って自分たちと同じレベルまで落ちてくる日を今か今かと待ちわびるようになる。否定はしませんけど、でもセレブも私たちと同じ人間だっていうニュースがあってもいいんじゃないでしょうか。あの善人役の俳優は本当に善人だったみたいなニュースが。ゴシップ記事は何もかも面白
おかしく誇張しているだけです。そうやってセレブが切れるように仕向けている。随分でかい口を叩くじゃないか。そういうことなら、うむ。なあお前さん、バーテンダーだよな。いえ、世界征服を夢見る実験用ネズミです。闇を言うのはよせ。俺の時間と金の無駄遣いだし、お前さんのエネルギーも無駄にしている。まあいい、ちょいと思ったんだが、お前さんのようなバーテンダーはこれまで随分たくさんの身の上話を聞かされてきただろう。何いきなり。かもしれませんね、それが。コラムでそういう話を書いてみる気はないか。バカ売れ間違いなしだ。懺悔室の物語って本を書いた神父がいましたね。その後破門されてリンチにあった。お客様が打ち明け話をしてくれるのは、私がただバーテンダーだからです。そのちょっと打ち解けた赤の他人というか。ゴーストライターを使ってもいい。うちのスタッフの半分はそうしている。本当に？ライターのラナ・スミシーがまさか一人だと思ってたわけじゃなかろう。道理で。それはともかく、そんなの書いたらいずれバレると思います。商売に傷がつきますし、私も傷つきます。お客様の愚痴を聞くのが好きなので、もちろんお客様も傷つくでしょう。まあ引退した暁にでも考えてみてくれ。待ってるぞ。2週間後には私のことなんて忘れてるくせに。わかりました。おかわりもお持ちしますか、ミスタードノバン。ミスタードノバン、ミスタードノバン。な、何かお気に触りました？いや違うんだ、いい響きだと思ってな。ミスタードノバン、ミスタードノバンか。そんな変わった呼び方ですか？職場じゃミスタードーソンかボスと呼ばれている。ボスってのはただの肩書きだ。人間味がないし冷たい感じがする。そう？俺の親父と祖父がミスタードーソンと呼ばれていた。どこにでもある名前だ。だがミスタードノバンってのは悪くない。俺本人に目の前の男に呼びかけているって感じがする。俺の家庭でも肩書きでもなく俺に。従業員と仲良くなりたいんですか？まさかその逆さ。恐れさせたい。俺は奴らのボスだ。俺の名前は給与明細に書いてある。でもだからってわけじゃないが、奴らに死ぬほどの恐怖心を植え付けたい。怖。早速明日からミスタードノバンと呼ばせるようにしよう。さっき何か言っていたな。おかわりです。いかがなさいます？そうか、今日はこの辺にしとくか。今思い出したが、これから出社しなければなら。何かビターな飲み物をくれ。ビターででかいやつを、アルコール抜きで。頭をシャキッとさせないとならん。かしこまりました。ビターでアルコールが入ってないものなお。L サイズでか。よし。これってあれじゃないの？ビールの、ビールのこのカルモトリンを入れないやつでいいんじゃないの？違うかな？やってみるか。これで、あ、フラガナイトが少ないわ。2424。こういうオリジナルカクテル的なのもどうなんだろう。違うな。違うか。ビターでアルコール入ってないものを探すか、とりあえず。あ、味で調べればいいのか。4種類、5種類ある。あ、適量ってやつを入れなくてもいいって話か。はーん。これでいいのかな。どうぞ。驚きももの木、やればできるじゃないか。これで遅くまで起きていられそうだ。なあ、このバーに出資者はいるのか？さっき吐きだめって呼んでなかった？あ、吐きだめって言ってた。スベンという男がいました。君たちが顔を踏んでくれたら出資するって。その人だけです。ひどい人だな。こういうバーはファーストフードのチェーン店みたいなものですから、地元の出資者とかはいないんです。それが何か？そうか、それがどれだけラッキーか教えてやろうと思ってな。投資家ってのは何よりもしゃぶり尽くす。俺の最初の妻の日じゃない。下ネタですか。やつらは会社に投資することで自分たちがとんでもない重要人物だと思い込んでやがる。まあそれは
誰かが金を増やそうと俺に投資する。そいつは俺に仕事をやらせて、俺はそいつに金をやる。ところがそれで終わらない。何にでも首を突っ込んできてクソくだらねえことまで変えようとしやがる。年収のために働かなきゃいけないんだとしたら、ボツになったところで何の意味がある。組合とか政府とかいろんな組織への対応もしなきゃいけませんしね。そういうのは書類仕事だ。誰かに押し付けときゃいい。投資家の巻犬どもはミーティングを求めてくる。奴らは自分が気に入らないものや不快に感じるものを目指そく見つける。で、しまいにはお決まりのセリフさ。他の新聞社と同じようにしてやったらどうだ。最近はもっとクリック数が必要なんて抜かしやがった。もっとクリック数を。際どくって高品質な記事を書かなきゃならん。だが連中はそれでも飽き足りん。そんなにクリック数が欲しけりゃくれてやる。望み通りにしてやる。それがどういうことになるか思い知らせてやる。ドノバン・ディ・ドーソンの恐ろしさを思い知らせてやる。心配しなくていいか。代金は払ってくれたし。そういえばスメンはどうしたのかな。あれから全く連絡がない。ジール、何、トイレで一体何があったんだ。あんなことを犬ができるとは思えないぞ。器用な犬だったの。短足だからって甘く見てると、天井、シンク、便器、通風口までし、眠り姫が起きちゃう。この恨み腹さで置くべきか。はいはい。あら、お客さん、バルハレへようこそ。ご注文は。この辺でちょっと一旦やめときますかね。だいぶ長くなってしまったように見えますので。まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。じゃあね。バイバイ。おやすみなさい。